ライガーカウンターを発見した。宇宙船には必要とされているが、何のためにあるのか私はよく分かっていない。時々すごい音が鳴り響くが、一体何だというんだろう。ライガーカウンター、突然ガーガー鳴り出してちょっとうるさい計測器。回収したドルフィン号のパーツは30個中29個となり、ドルフィン号がパワーアップした。これでさらに捜索範囲が広がる。遭難16日目、ついに失ったパーツはあと1個となった。回収したパーツが29個になったことで、ドルフィン号はさらにパワーアップし、その高度を上げていく。そして眼下に広がる森の奥に、ついに最後のパーツがあると思われる土地が見えてきた。私はその土地を最後の試練と名付けた。生命維持装置のリミットはあと14日だ。